みくぶりありがとう。皆さんありがとうございます。ゼロ時でもね今日はできるんですよ。ゼロ時過ぎてちょっとだけね配信できたらいいなと思ってます。ね、2022年最後だよ。そう、年越し、年越しありがとうございます。皆さんさ、リプで送ってくださってありがとうございました。1年さ振り返ってというか、すごい嬉しかった。ありがとうございます。全部見てましたよ。そばもね食べたよ。食べた食べたあと3週ぐらいかな秒針が。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しい、なんかさ嬉しいよ。皆さんと年越せて、一人じゃないよね、みんな皆さん一人じゃないね。皆さん何してた？何、テレビとか見てたのかな？ライブ見てましたか？ニコラブさんのどうだろう。こんばんは。ショールーム配信を先輩方結構していらっしゃるのでね、皆さんちょっとギフトたくさんたくさん本当にありがとうございますね。お酒飲んでた、いいね。2022年最後のお酒ね。私もね、そう紅白見てましたね。みかんいっぱい食べた皆さんありがとうございます。ニコラブさん見てましたね。私も見たかったけど、あの写真ね、ツイッターの写真で見させていただいてたんだけど、綺麗ですね。もうキラキラアイドルだと思って、私もねいつかそのようなね感じになりたいですね。いやー2022年皆さん本当に本当にありがとうございました。いやー嬉しいですね。もうなんかね、こんな出会ってさ1年でさ、まさか年越しできるとは思ってなかったので、私24時までしか配信できないと思ってたので、年越し配信なんかこう今回特別 OK みたいな感じなのかな、なんかできるみたいで、もうなんか人生初めて24時以降に、あと1分キャー、あ本当だ、あと55秒。いやーいやー本当に良いお年を皆さん、良いお年を来年の目標はもっともっと皆さんとお会いできる機会を増やすことです。まあそれ以外にはいっぱいあるけど、あと1分じゃちょっと語れない。あと30秒ちょい、32秒ぐらい、あと30秒。いやーなんかさ、なんかどうしよう、キャーどうしようね、何したらいい？飛べないから、まずいやこんな楽しい年越し初めて、どうしよう。いやじゃあ23のポーズするね。23のポーズ、あと、あと5秒、あと5秒、4321、じゃじゃーん、ハッピーニューイヤー、いやーおめでとう、みんなおめでとうございます。あけましておめでとう、あけましておめでとう、あけましておめでとう。世の中ハッピーバースデーじゃなくて、あなんかすごい、なんかすごい、なんかすごい、23年明けましておめでとうございます。あーすごい、すごい、あすごい、見ました、今背景変わった瞬間も、すごい、ちょっとどうしようどうしよう、ありがとうございます。ちょっと今のどなた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 、あ待って、追いつけない、私が追いつけない、追いつけない追いつけない追いつけない、つよぴょんしゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いやすごい、2023年が飛び交ってる、めでたい。白い水星さんありがとうございます。えすごい、ありがとうございますね。私見逃してない、見逃してない、見逃してない、皆さんありがとうございます。えすごい、いや私ちょっと新年のテンションじゃなくてびっくりだよね、私もびっくり、どうしよう、一旦落ち着いてみる。ありがとうございます。恥ずかしい、なんかさ私なんか新年
新年も私だな、なんか私らしいな。今日は15分くらいまでちょっとできたらいいかなって感じです。そう、ちょっと短めなんだけど、いや深夜テンションの中でも深夜テンションじゃない、なんかこんな、私さっきまで全然なんかこんなテンションじゃなかったからね、あの配信つけてからこんなテンションだった。皆さん明けまして改めておめでとうございます。いやありがとうございます。おかげさまで2023年になりましたね、嬉しい、おめでとうございます。皆さんも一緒に明けおめしてくれて本当にありがとうございます。まさかさ、こうやってさ、もう1000人の方と一緒に、私人生初めて1000人の方と年越しした。嬉しいよ、ありがとうございます。1000人の皆様、1052名の皆様、ありがとうございます。明けましておめでとう、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとテロップを変えようかな。今年もよろしくお願いします。ふい、ありがとうございます。皆さんギフトも本当にたくさんありがとうございます。ひー、ありがとうございます。どうしよう、今から読むかな、まだ時間取れるよね。ありがとうございます。今年は皆さんともっともっと過ごせる時間が増えたらいいなというのが私の願いです。なのでそのためには私たちがね、もっともっと頑張ってたくさんねステージに出れるようにできる一日になりたいと思います。あー、すごい虎が走ってる。タワー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。タワー、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも本当にたくさんのたくさんのあのセンス、ありがとうございます。あー、すごい、あ、なんて書いてあるの今。明けおめ、明けおめ、明けおめ、ありがとうございますね、ありがとうございます。パパパパーン、パパ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 ーン、ちょ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 テンション高い。そうですね、今年はそう、メンバーみんなでもよく言っているように、あのメジャーデビューがねできるように頑張ります。出ましたよ。キツネキツネ、カン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 。はい、2023年も2022年と変わらずに、もう元気100倍 100% でね、日々ね配信、毎日配信で無理せずね、毎日配信できたらいいね、いいねじゃない、いいなって思いますし。見てましたよ。そうそうそう。だし、もっともっと皆さんとね、こう思い出を作りたいなと思います。まだ言うてさ、皆さんと出会って1年も経ってないわけじゃん。だからこれから1年、2年、3年って増えてきて、1年前はこうだったねみたいな、なんかおばあちゃんみたいな、かまだちょっと言ったけど大丈夫かな、会話とかねできたらいいなって思いますね。いろいろね思い出を作っていきたいです。これからね、ニア充はまだまだね、もうこれからこれからなグループですので、この調子でどん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 たくさんのね景色を皆さんにお届けできるようにしていきたいと思いますね。本当にリプもありがとうございます、嬉しいよ。さっきも見たよ、さっきもで、ね、さっき見たよ、リプもありがとう。いやー本当に勇気あふれる1年になりますようにですよ、本当になりますように。そうね、ニアジョイはさ、まだ東京の箱入り娘さんなので出てないのでね、東京以外にもいつかはね、福岡もライブというかお仕事とかで行けるように
これからね頑張りたいですよ。福岡も行きたい、世界も行きたい。そう、夢は大きい。まだまだたくさんね、夢もあります。でもニアジョイに入ってからたくさん夢が叶ったっていうのも本当に事実で、こういうのって多分2022年に話すべきものいや本当に2022年でもたくさんのことを経験させていただけたのは本当にニアジョイに入ってからで、本当にありがたい環境だなって思ってるんですけど、さらにねそれを伸ばしていけるように頑張りたいと思います。ペペドームね、ペペドーム行きたいよ行けるように頑張ります。15分までなのでちゃんと、けどね明けおめじゃなくて年越しのちょっと前にね家族とねあれしてたんだけど、みんな何する、どうやって年越しすんのみたいな聞いてたけど、みんな面白かっただからなんだってね連絡取りながらねしてましたよ。そうね、そうそうそう、またねこれからまあ何年後かコロナもね、まあ、なくなるっていうことはどうかわかんないけどね、いずれこう声出しとかもね聞きたいな皆さん。そう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 、ありがとうございます、ハッピーニューイヤー。今日過去1やった、2023年一番可愛いってことやった。初めてなんかね、私ね2023年というか年越ししたらなんか今年初めての水飲んだみたいな、今年初めて髪結んだとか、私そういうね記念日をよく作りたがりなんですよ。なのでそういうのもね、こう私も今年初めて文字見たのは皆さんのコメントで、今年初めて文字見ましたので、そういう記念日がねだんだん作っていきたがりの人なので、はいはい、いちいち気にしちゃうのよそういうのそう、年越しあるある。初夢は見るかな、私はおせちを食べるのがとっても楽しみなので、おせちね、今年初めておしめを見ました。嬉しい、ありがとうございますね。皆さん本当にさ夜遅く、私なんかもう眠たくなってきちゃってたもん、いつにも増してもうなんかやっぱ周りの人っていうもんがあれなもんでね、コメント呼ばれた記念いっぱい読むよ、今年もいっぱい読みますので皆さんのね、そう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 、なのでね、いやーけど寝なくて、寝ずに年越せたのでよかったです。ほんまにほんまやで。あ、ほら今年初めての関西弁、どうしよう、なんかさ2023年せっかく年明けたのにさ、なんかいつものようなショールーム配信をしてますけれども、こんな調子でね読まれなくてもって読むよ、そうこんな調子でショールーム配信毎日ねというか楽しく今年もできたらいいなと思ってるのでよろしくお願いします。ということでちょっと15分なりそうなので断じ雨をしていきます。早早めの早めだね。いやー皆さん本当にたくさんのギフトありがとうございます。今日もう全然読めてなくてごめんなさい、私の目が一瞬にして追いつけていなかったので全然読めてなかったんですけど、ありがとうございます。タワー、もうタワーの上のタワーと明けおめと2023と虎が走ってたりね、本当にたくさんありがとうございました。では13位の方からいきます。13位、ひろたかくんありがとうございます。12位いさきさんありがとうございます。11位はまじさんありがとうございます。10位ととまるくんありがとうございます。9位からあげさんありがとうございます。8位富士さんありがとうございます。7位水軍さんありがとうございます。6位空の桜さんありがとうございます。5位ねちゅくんありがとうございます。4位せいきさんありがとうございます。3位みどりちゃんありがとうございます。2位白いすいせいさんありがとうございます。そして1位つよぴょんしゃんありがとうございます。皆さん本当にたくさんありがとうございました、ありがとうございます
ありがとうございました。あ、で、あ、そうそうそう、ありがとうございます。ありがとうございました。え、すごい、すごい、すごい。これ連続配信なるんだ。ってことは15分経ったってこと？え、経ってない。え、経った？え、どういうこと？どういうことか言うよくわかんない。いやー、ということで本当にありがとうございました。とね、早めなんですけれども皆さんと年越しできてよかったです。おみくじは引くかなと思うので、引いた時にはね、何吉だったかなって皆さんもぜひ教えてください。私もなんか教えられるような吉だったら教えたいと思います。ということでね、本当に年越し人生初めての経験でしたよ。年越し配信ありがとうございました。皆さんも眠たかったりさ、なんかどなたかと過ごすとか もしあったとしたら、本当にその予定を割いてまで見に来てくださってありがとうございます。予定を割いて私のところに先輩方も配信してただろうに来てくださってありがとうございます。もう私もうびっくり本当にありがとうございます。過ごすことが最優先、嬉しいよ、ありがとうございますね。ということで今年もよろしくお願いします。またねいい一年も一緒に過ごそうね。ありがとうございました。いい年越しだったバイバイ、ゆっくり寝てくださいね、夜遅いから。てかこんなに大きい声出して大丈夫だったかな。ゆっくり寝てくださいね。また朝と投稿するね。ということでツイッターも投稿しますので、朝またお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございます。おやすみなさい、ペコリバイバイ、おやすみ。